日本で終わってしまったガシャポンがいっぱいあります。ママお金ねないからアイにもらって。私が小銭がないのでおばに小銭をもらって後で回そうと思います。すごいです、なんかすごいです。妖怪ウォッチはいつ来るんでしょう。あ、これはもしかしてゴセイジャーじゃないでしょうか。すごいです、おもちゃ売り場です。台湾のおもちゃ売り場はボーイズトイの天国です。さっき、台湾のおもちゃ売り場は基本的に、おもちゃジェネリックと言いました、もう日本では終わってしまったものが主に出てますって言ったんですけど、それは間違いでした。すでに、今2014年の11月。台湾のディストロップとデパートのとこで王子さんが買ってくれました。恐竜人です。早速開けてみます。どんなんでしょう。結構ここに貼ってますね。はい、それは何ですか、りょうくん。What's that? It's ガブティラ。すごい、大きいね、うん。はい、あとのはどんなのがあるんですか。